熱海市の土石流災害の発生から今日で2年です。現地では追悼式が行われました。おととし7月3日、熱海市伊豆山の逢初川の源頭部に違法に造成された盛り土が崩れ、土砂が周辺の建物を飲み込みました。今年1月、最後まで行方がわからなかった太田和子さんの遺骨が見つかり、犠牲者は関連死も含め28人となりました。午前、被災現場近くの小学校で追悼式が行われ、参列者が花を手向けました。そして通報時間の午前10時28分にはサイレンが鳴りました。今の現状がこんなで、安らかに眠ってくださいって言われたって眠れないですよね。安心して住める場所に早く復旧復興してもらいたいと思います。被災地では9月に警戒区域が解除される予定ですが、住宅復旧の支援策をめぐっては議論が続いています。